おい、何ぼーっとしてんだぞ。暑さでやられちまったのか。全体止まれ。やっとオアシスに着いたんだぞ。これより15分の休憩を取る。その後また寮へ向かい行進開始だ。水、水ってこのオアシス、水が全部干上がっちまってるんだぞ。水が欲しいのか。当たり前なんだぞ。もう喉がカラカラだ。なら俺がよく冷えたうまい水を飲ませてやるよ。ネッサの憩い、終わらぬ宴、歌え踊れオアシスメーカー。あー、恵みの雨なんだぞ。うめえ。乾いた体中に染み渡るうまさだ。うわ、生き返る。そうか、うまいか。水だけでいいなら乾いたオアシスをたっぷり満たすくらい出してやれるぜ。俺のユニーク魔法オアシスメーカーは少しの魔力で美味しい水をたくさん作り出すことができるんだ。なんか水がいっぱい出るってユニーク魔法にしてはめっちゃ地味なんだぞ。水が出せる魔法師は他にもたくさんいるし。そう言ってくれるなよ。少しの魔力でいっぱい出るってのが俺のオアシスメーカーの売りなんだ。水道が普及してない時代なら水汲みや加熱殺菌しなくていい水がいくらでも出るなんてすっげえ重宝されたと思うんだがな。ま、お前の言う通り水道が普及した現代じゃあんまり役に立たない魔法なんだけどさ。でも俺が生み出す水は世界一うまい自信があるぜ。そう言われてみれば確かに。お腹に優しい冷たさでありながら決してぬるくない。新鮮な湧き水のように口当たりまろやかでごくごくいけるお水なんだぞ。モンスターに水の違いなんかわかるのか。何を、失礼な。俺様の味覚は確かなんだぞ。うんうん、俺の見込み通りだ。グリムは違いがわかるやつだって思ってた。よし、褒美にクラッカーをやろう。腹は減ってるけど今パサパサしたものは食いたくねえんだぞ。確かに出発前とは別人みてえなんだぞ。ん、なんだ、何か言ったか。カリム、15分休憩がもう終わる。皆を集合させて寮へ戻ろう。もう、もう少し休んで行ってもいいじゃないか。あまりのんびりしていると日が高くなる。気温が上がるとその分きつくなるぞ。それもそうか。よし、お前ら寮へ戻って朝食だ。帰り道も頑張ろうぜ。